てーん、スプラトゥーン3の世界で実際に見たものしか食べれない企画、イエーイ。スプラトゥーン3の世界はですね、さまざまなところに食べ物、食材などがこう落ちてたり置いてあったりするんですけれども、それを実際に見つけたら食べれるっていう、そのまんまのマジでマジでもうそれだけの企画、もうマジでそれだけで、すでにスプラトゥーン3でこの広場はもう見たんで、今回はステージ編としてやっていきましょう。でサーモンラー編も次またいつかやりたいと思います。サーモンラーもめちゃくちゃあったんで、あんまりはっきりは見ないようにしております。でこういうイカちゃんとかコジャケちゃんとか、こういうお魚さんはなしで、ちゃんと食材として置いてあったやつがゲットになります。じゃあやっていきますか。まずは心当たりがあるところがあるんで見ていきましょう。こちらのロビーのこの下見てこれ、ちくわの真ん中にキュウリが挟まってるやつがあるの。スプラトゥーン2の時はさ、鮭だったのに、なんかちくわになってる。ということで、ちくわキュウリ入れみたいなやつゲット。あ、でもちょっとなんか奥、え、人参かなんか入ってる。ちょっと待って、他のも入ってないこれ、なんだこれ。まあとりあえずちくわのキュウリのやつでいっか、わかんねえからちくわのキュウリ穴に入れちゃいましたってやつゲット、イエーイ。でもう一つこちら、これさヒカキンさんが作ってたけど、これなんかロブスターのなんかやつと飲み物、これ実際にこうやってやるとあるんですよね。でもこの揚げバサミサンドとか巻き網ロールとか作っちゃったら、もうこれビッグマザーマウンテン、ビッグサンダーマウンテンみたいになってるじゃん。これはヒカキンさんが作ってたみたいな感じで、いつか作りたいなと思ってるんで、今回はこれ省きます。なのでここにあるこのね飲み物とフードはいつか普通に俺もヒカキンさんみたいに作って、でなんかカンストマッチとかやってみたいと思います。でロビーね、俺まだまだあって、ここのなんか休憩所みたいなところになんかあるんだよね。ほらなんかあるでしょ。これ完全にカップヌードルで、ナマコポン充電してあって、これはポテトチップスみたいなやつと、これなんだろう、チョコかアイス。ほらもう食べたくてプルプルしちゃうよ俺。これは絶対カップラーメン。ただこのね2つはね何って特定できないよな。これなんだろうな、カロリーメイトかチョコっぽいけどな、なんだろうな、これも何のポテチかわかんない。でここめちゃくちゃこぼれてるやんまあだからとりあえずこちらカップラーメンゲットでーす。バク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 、意外にいろんなとこに隠されてるよねこれも挟まってる。これ何なの飲み物、これ絶対トイレ掃除するやつでしょ。でここの上にもさ、なんかコーヒー屋さんあるよね。もうこれさ、朝から優雅にコーヒー決めたいよね。あ、でも待って、コーヒー屋さんはあるけど入ってるコーヒーが一個もない。コーヒー普通にゲットの、まあ実際に入ってるコーヒーはないからこれはなしかな。よし、じゃあステージでも見に行くか、一旦こんなもんかな。さあヒーローモード来たぜ。はい、スルメイカーこれスルメイカでしょ、これスルメイカゲットになりませんか。うん、ダメかヒーローモードのどっかに隠されたりしてないかな。まあでもこの辺になければないか。あ、待って、ヒーローモードさ、これさ、あそこの中、あそこから落ちてくる前のところにさ、なんかあったよね。ちょっと俺の前の動画見てみるわ。なんかあったんだよ。あー、え、なんだろうこれ、カレーかな、目玉焼きとご飯があるんだけどこれ今度食べるの楽しみなんだけど。やばくない、カレーと目玉焼きあったんだけど、やばガチ、ちょっと見に行けないけど、これはゲットでしょ。まだステージ見てないのにもう最強やん。もうこれで大丈夫よ、これもうこれ以上逆に食えないっておばさん、お散歩させて。プラトゥーン3からさ、ここから見れるようになったからいいよね、お散歩。まあスプラトゥーン2であったステージのね食べ物を今更食べてもまああれなんで、スプラトゥーン3から新しく出たステージだったり、スプラトゥーン1初代のねやつのところだけ見ていきたいと思います。さあなんかあるかな。おお、クラゲちゃんが登ってる。お前大丈夫か。おお、ここになんかすっげえ魚の骨があったんだね。結構怖えな。
まあでも魚の骨はバリボリ食う趣味はないんでまあこのステージはね、なんかスプラトゥーン3の目玉のステージと言いますか、そんな感じのステージなんで食べ物が転がってる感じはなさそうだけど、ないよね今んとこね。多分あったとしてもカピカピになってるよこれ。多分暑いだろうし、なんかなさそうだね。うわ、あんなところで自撮りしてる人いる。人っていうかクラゲか。よいしょ、次はコンズイ地区です。お、すげえ、こんなところに花があったんだ、綺麗だな。まあ、このゴンズイ地区はなんかひらめが丘団地みたいな感じで、なんか団地がたくさんあって、まあ、マンションとか。でもさ、ここからさ中覗いて肉じゃが作ってるクラゲとかいないのなんかさ自販あったよね、ここ。自販あった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 。まあ自販機の中のものゲットしてもって感じだよな。一回なんかたこ焼きみたいなのゲットしたけど、飲み物はななんか違うんだよな俺の中で。こんにちは、息子さんなんか食べてない？指チュパチュパしてるだけか。ヒャッホー。さあ次はヤガラ市場、ここはなんかありそうだよね。ほら早速魚いるもんここに。ねえ何これ、ねこれ何これ、急にキスしてくる魚？ねえ怖いよこれ。俺これ食べたら多分死ぬぞこれは。いやこっちにもいるんだけど黒いやつ。ねえなんでこんなチュッチュしてんのこれ、死ぬって。え、こういう魚いるのかな本当に。うわここにいっぱいいるわ。この生き物知らんもんだって。なんか食べれそうな感じないんでこれは食えません。いやマジで別にちゃんと専門家のもとこれは食べて大丈夫ですみたいな魚だったら全然食べたいんだけど、多分だけどこれ手に入れるの大変だぞ多分。これ探して2色の色あるしうわ魚っぽそうなやつとか貝っぽそうなやついっぱい売ってるな。リッター100スコープぐらいのやつがあれば見れんだけどな。うわなんだあれ、わかんねえなんだあれ、くそー。いやこの魚どんだけいるんって言うとしたけど、ちょっと待って、手前になんかえエビっぽいのない？え、なにあれなにあれ、これ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 、え、ちょっと待って見えねえんだけど、これ見えるかな、頑張って、え、これなにこれなに、え、え、なになにこれ、え、エビの尻尾っぽくない？あ、てかエビじゃない、ザリガニかこれ。ちょっと待って待って、ザリガニ、え、ロブスター、え、ちょっと待って待って、え、え、イセエビ、え、ちょっと待ってちょっと待ってね、大きさ的にでもザリガニ、ちょ待って待って、かマジ勘弁して、ちょ待って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 、ザリガニとロブスターの違い、ザリガニは小さくてハサミあり、ロブスターは歩く大型エビなので、伊勢エビも海外ではロブスターのくくり、ハサミはなし。あ、ハサミがない、いやこいつハサミあるな。ちょ待って待って待って、ザリガニ、え、ちょっと待って待って、え、ザリガニって食えるの？ザリガニ家で食いたい、ザリガニ食いたいで検索してもザリガニの餌とかしか出てこねえぞ。じゃあザリガニは食えないのかな。まあでもザリガニ食うイメージないもんな。ふう、いや絶対アンパンマンの私服じゃんあれ。なにこれなにこれ、メロンっぽくない？スイカではないよな、これメロンだな。メロンゲット、イエーイ。待って、敵陣地のやつの方がなんか食べ物っぽくない？え、なんかリンゴはわかるけど、左の悪魔の実みたいなやつ何あれいや悪魔の実食っていいんだったらめちゃくちゃ食いたいんだけど。え、リンゴあるね、リンゴはあれ、あれは完全にリンゴっぽそうだね。リンゴもゲットでーす、イエイ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 。さあマテガイ放水路、ここはないでしょ。てか本当にあれ綺麗だなマジで、マジで綺麗だな。さあなめろう金属、まあここもねなんか工業地帯って感じなんだよね、金属もこんだけあって、まあ多分ないだろうな。まあマサバ海峡大橋もないだろうな。さあ金目鯛美術館、ここなんかあってもおかしくなさそう。おお、すげえ、電池ナマズだ。え、電池ナマズに乗ってるイカちゃんがいる。ポンデリングのイカバージョンみたいなのあるんだよねポンデリング食べたくなってきたわ。めちゃくちゃ寝てる。まあでもとりあえずなさそうです、金目鯛美術館も。さあ最後マヒマヒ&リゾートスパあいつらいつ見てもおもろいな。クラゲに髪の毛生えてライブやってんのやばいやばい、待って待って、こっちやばい、こっちやばい、こっちやばい、見えにくいけどなんか焼いてるぞ。何あれ何あれ、ねどうにか見れない、ねどうにかどうにか、絶対あれお肉とエビだよ。
奥にもなんか、なんだあれ、魚か、なんだあれ、うわ、なんだろう、あれ、違うから見たいな。エビとステーキゲット、イエーイ。ゲットしすぎだって今回スプラトゥーン3で1回で食べきれないよこれ。はい、ということでゲットしたものを紹介していきたいと思います。きゅうりちくわ、カップラーメン、カレー、目玉焼き、メロン、リンゴ、エビ、ステーキでーす。イエーイ。いやマジで幸せだな。え、もうやばくない？え、待って、スプラトゥーン3って最高のゲームなんだね。でもスプラトゥーン4発売されるまではこの企画もうできないからまあね、サーモンらへんはあるけど、まあまあ美味しいもの食べちゃいますか。いいの本当に。もう最高最高最高。おはようございます、朝ごはんです。朝ごはんはこちら、ちくわの中にきゅうり入れたよくわからない食べ物、そしてリンゴでございます。自分で剥きました。よくわからん組み合わせだけど、いただきます。え、うまっ！ちくきゅううめえ。もう俺が名前つけちゃった。次はリンゴいただきまーす。さあ、昼ごはんでございます。昼ごはんはこちら！じゃ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 ー！シーフードヌードルー！スプラス3のやつは醤油っぽかったんだけど、今回なんと、エビもゲットした、エビもゲットしたっていうことで、エビ中に入れちゃいましたー！エビが中に、でっかこんなでかいエビ中に入ってたの見たことないでしょ、プリプリの。この特大エビをこう麺に絡めて、いただきます。今まで日本海を食べてたと思ったら急に太平洋海みたいな意味やから、やばいやばいやばい、美味しそうすぎる夜ご飯。めちゃくちゃ安く売ってたこちらのステーキを見てください、これ。うわ、いただきます。やばいやばい。もうカレーのこのご飯の部分食べちゃう。笑っちゃうぐらいうまい。やばい。ステーキがスプラトゥーンの世界にあるっていうのがやばい。ガチで美味しい、これ。いただきます。え、わかんないけど、ステーキ屋さん行って分厚いの食うやつとかよりうまいんだけど。え、なんでなんだろう。ガチうまい。次はこちら、目玉焼きカレー。この黄身、やばいやばい。で、これをこうして、え、目玉焼きカレーめっちゃ好きなの。なんかハンバーグとかもそうだけど、なんか目玉焼きが乗ってるものすべて好きで。え、ちょっと待って、これやばい。やばい、これガチやばい。いただきます。世界救うぞ、俺。ちなみにこのカレーは辛口です。うわ、うまそう。うわ、これ一口でいっちゃうよ。え、なんかうますぎてじっとしてらんない。ごちそうさまでした。いやーマジでスプラトゥーン3神ゲーだな。もう夜が特にヤバかった。次はサーモンラーメンで会いましょう。いや多分ね、これ以上もうないと思うんだけど、もしなんかどっかにここに実はあったよみたいなあったら教えてください。美味しいものしかしかもないっていうのヤバくない？スプラトゥーン4でお会いしましょう。やられね。